転んじゃってさ。俺のフィギュア持っていくからだよ。たたりだよ、たたり。あんたに言われたくねえよ。最悪。これ取ってくれる？あとは現役の清武君に任せて好きな絵でもやればいいじゃないですか。私なんかやってることといえば署内の交通整理ですよ。まあね、交通整理も必要なんですけど、エアコンの効いてる部屋でやっちゃいけないんじゃないかなんてね。定年まで先輩靴底をすり減らしてきたんだから、あとは楽してくださいよ。君にはこの事件の犯人の考えてることがわかるかもしれないが、私にはわからん。どういう感情があれば罪もない人をこんな残忍なやり方で殺して捨てることができるのか全く理解できないんだ。こんな大胆な犯行を重ねてほころびがないとしたら人間じゃないな。女子高生が1名、夕方から行方不明になってる。どうやら警察署も動き始めてる。上は公開捜査に踏み切る原だ。今夜また連絡するかもしれん。よろしく頼む。向井君、疲れが溜まってるんじゃないか。いえ、大丈夫です。加藤君、君はどうして警察官になったんだ？え？あ、はい。父が警察官で、子供の頃見てかっこいいと思ったからです。実際になってみてどうだ？まだわかりません。誘拐された立花由美は、政財界の大物、立花節の孫娘だ。本部や本庁の連中は時短と色めき立っているが、私には関心がない。誰の子供や孫であろうと、尊い命を他人が抹殺することなど決して許されることじゃない。立花由美は一連の事件の犯人の最終的なターゲットで、まあ政治目的か金目当てかわからんが、とんでもない要求をしてくると本部は見ている。私は個人的にはその読みが当たればいいと思っている。彼女の命が助かる可能性があるからな。いや、もちろん自分は日下部さんの勘を信じてますよ。凶器だって同じものが使われてましたし、塩崎和夫が絡んでる可能性は十分考えられると思ってます。ただ足取りが途絶えたのが20年前ですからね。他の連中はとっくに死んでるって決め込んでるみたいですよ。大変なことになってきましたね。たとえ犯人挙げたにしても、立花由美が無事に戻らなかったら署長は責任取らされますよ。何しろ立花財団ですからね。
この事件解決したら一緒に映画見に行きませんか？このチケット8月いっぱい有効なんです。だから早く犯人捕まえてくださいね。草壁さん、牛乳余ってるんですけど飲みません？はい、ブラック。あれ以来どういうわけかストーカーいなくなったみたいなんですけど、草壁さん何も言わないで捕まえてくれたとかじゃないでしょうね。消息を絶ち、家族から捜索願いが出されていました。一連の事件は先月7日朝、荒川区西日暮里の食器厨房用品製造販売業岩田本社ビル1階のショーウィンドー内で最初の被害者中村美也子さんが刺殺体で発見されたことに始まりました。これまでに5名の男女が遺体となって発見されましたが、その場所がいずれも同じ荒川区内であることや、犯行に使われた凶器が同じものである可能性が高いことから、捜査本部は同一犯の犯行によるものとみて捜査を進めてきました。しかし犯行の動機といった点からは、殺害された5人にこれといった…もしもし、向井です。明日の捜査会議30分早まりました。鑑識から何か発表があるそうです。自分は署に残ってますので、そちら片付いたら連絡ください。
清武君、辛いだろうがもう一度聞くよ。犯人は君のお父さんなんだね。清武君、今日からここが君の家だ。塩崎は捕まえました。あの時殺せばよかった。俺はあの日ここから逃げた。血を見て動転したんだ。気がついたら店の車に乗って当てもなく走っていた。見つかったか。この事件まだ追ってたんですね。忘れられない事件だからな。それは私も同じです。警視庁捜査一課です。朝早く恐れ入ります。先日西日暮里で起きた死体遺棄事件ご存知でしょうか。そうです、ショーウィンドウの。実はお宅の卒業生が関係している可能性がありまして、大至急調べていただきたいことがあるんですが。どうしてこんなことをするんだ。わかりません。
信じるよ。わからないんだろ自分が。はい。下手な言い訳をするよりずっとまともだ。もういいよ。あの、一人じゃ帰らない？いえ。どうして逮捕しないんですか？まだ証拠がないんだ。様子見てくるだけでいいんですよね。うん。変わった動きがあったらすぐに携帯で知らせてくれ。わかりました。でもどうして警察でやらないんですか？あそこにいるのは父親なんだ。よく撮れてるね。はい。でもその女、日下部さんに何を聞きたいんでしょうね。わからない。うん。もし返事に困っても無理に答える必要はないよ。話したくないと言ってくれればそれでいい。今度の事件と何か関係してるんですか？すまない、詳しい事情は話せない。わかってます。それじゃあ後で。すいません、日下部さんの邪魔になると思って。分かってる。どうします？車に運ぼう。日下部さん、俺次何やったらいいですかね。日下部さん、すべてを話す時が来た。なぜあなただけ生き残ったか。私が殺さなかったからだ。あの時あなたは泣き声一つ上げなかった。笑顔さえ見せてその歯に手を差し伸べた。やったの？なぜあなたを殺さなかったのか
今でもわからない。わからない？実の父親の居所が20年ぶりでわかったとき、私はその答えを知りたいと思った。だからあなたを呼び出した。私は呼び出されたんじゃない。私が自分で。そんな。私を呼び出すためにあれだけの人を殺したっていうの？10年前の事件をあなたが報告したのも。担当になれば捜査は私の思い通りになる。私の前に現れたあなたは私と同じことを知りたがっていた。わかりますか？私たちは同じ疑問を抱いて生きてきた。何をするつもりなの？始めたことを終わらせるだけです。終わらせる？立花由美は明日の夕方殺します。立花由美まだ生きていたのね。あとは殺せなかった父親の数を始末すれば最後にあなたである赤ん坊が生き残る。あの時と同じようにその赤ん坊に歯を向けた時、私は20年前の答えを見つけることができるでしょう。でもあの赤ちゃんは。あなたと同じように叔父夫婦に預かってもらってます。いつでも会えますよ。どうして？どうしてそんなこと当たり前のように言えるの？私にとっては当たり前のことだから。わからない。私には理解できない。もう一度聞くよ。本当に理解できないの？理解できません。私が殺さなかったのは20年前の野上明子だった。今のあなたじゃない。本当のことなんて誰にもわからないのかもしれない。でも私は知りたいんだ。どうして殺すのか、どうして殺さないのか。まだ2階で寝てんのか？そうなのよ、昨夜遅くまで起きてたみたいだから。しょうがないな。めぐみ、早くお使いできてちょうだいね。のうちゃんごめんね。全然大丈夫です。そういえばさ、のうちゃんの双子のお兄ちゃんの方は、お前なんだっけ？おーちゃん。似てないよね。似てない、ね、うん、全然似てないと思う。性格も似てない。あ、そうなんです。とかわいい。どっちに似てんでしょうね。ママに言うね。そうかしらね。お味はいかがですか？おいしいです。よかった。どうぞごゆっくり。よろ
しくね。なおちゃんごめんね。ゆっくりしてって。はい。ですか？そうです、はい。そのリストを町屋署の特別捜査本部に送ってください。ファックスで大至急。はい、お願いします。Thank you.
お休みのところ申し訳ありません。Thank you.
潮崎めぐみは死ぬ前にこれを飲んだ。草壁です。あ、中西です。あの、草壁さんのお父さん様子が変なんです。先月出てった川崎の廃ビルに戻りました。なんか動きがあるようなんですけど。分かった、すぐ行く。相手の意識を失う。この度もう少しこの町屋署に身を置くことになった板倉です。町屋署刑事課の向井圭一です。本庁の方と事件を担当するのは初めて。今度交通課配属になりました加藤夏実と申します。よろしくお願いします。ちょっと待ってくれ。君は以前この町屋署管内で起きたこの事件は犯人が名乗っていて被害者はまだ知らないですよ。例の公園で発見された赤ん坊、怪我もなく衰弱も多くじゃなくて、今は元気らしい。見ていただきました。これまでの事件、被害者は恨みを込めよう。さっきはね、若い方から電話があって、たまたま自分が出たんですけど、犯人が分かるなんて。それにあんなことするやつはいねえもんね。もしいたとしたら、人間じゃなくて、怪物だよ。はじめまして、石森と申します。でも、お父さん。
来て大丈夫なんですか？何度かお伺いしたんですけど、ずっと寝てらしたんですよ。あ、そうだ、私恵子先生に知らせてきます。私だけがどうして生き残ったのか、私がなぜ生きてるのか、まだ分かりません。あの人に会って余計に分からなくなりました。あなたにはあの人が、日下部清武がどういう人間かお分かりになったんでしょうか。あの人はなぜ生まれてきたのでしょう。あの人の心は一体。